どうも、2024年もね、レオンやってます。はい、レオンやってるんですけど、なんかいきなり疲れてるんですよね。はい、いっぱい動画撮りすぎてね。はい、今回ですね、J リーグ J1、勝敗、開幕節勝敗予想というやつをやってるんですけども、今回は、どこですか、セレッソ大阪 VS FC 東京。なかなか微妙かですね。セレッソ大阪はどんな感じでしょうか。そんな出入り激しかったのかな、ちょっと分かんないですね。田中俊太コンサートレーカー取ったんだよね、これ良かったよね。これ頑張り行くのかなと思ったんですけどね、セレッソに行きましたね。で、山中部があったから復帰と。だから元から選手がいるんでね、あんまり大型どうのこう大幅にっていうのはなかったですね。それと、丸橋がサガン鳥栖、松本が、これ、バンホール甲府みたいですかな、これがマッコンテリオ、山中が名古屋、中原がサガン、新井がティアモ、平方、新井ってこと誰？知らんぞ。こちら知らんやつですね。知らんやつなんですけど、これが、ティアモ、平方、JFL から、やばいよね。原川が FC 東京に完全移籍、石渡ネルソンが、愛媛に連帯で、大阪もいわきに連帯、若手がまあ出ていったで、与日が退団という感じですね。という感じで、まあ、元から選手がいたんでね、あんまこう出ていったっていう感じじゃなくて、まあ、もちろん人員整理っていう感じが多分印象は強いんですけど、まあ、荻生監督ね、今年中に何年目でしょうか、3年目ぐらいかな、4年目かなって分かんない、もう勝負の年だね。ちょっともう言い訳許されない。そんな感じになってきたよね。ただ、どうなのかな。まあ、田中はでかいかな、でも、田中俊太は。中盤のね、そこで。香川がアンカーとかね、役立たへんから、そんな。分かってると思うけど。で、FC 東京ですね。FC 東京は、あれ、補強したんけ？ないよね、FC 東京とか。感じだよね。FC 東京は、あ、おわしは来たんよ、コンサートレーカーね。で、荒木をレンタルね。で、畑野が復帰。畑野復帰してもあれだよね、あれがいるよね、あのでかいやつ、アジアカップに選ばれたやつ。野沢やったっけ、野沢か何かしらけど、でかいやつね。で、原川がまあ、完全と。あ、こう取ったんよ、アルベレックスの。まあ、あの、元から選手ある程度いるんでね、まあ、その辺しっかりと、堅実に補強してるって感じかな。で、木村がレンタルでサガン鳥栖ぐらいか。あ、スオビック対談やね。まあ、いるからね、野沢が。で、アナユートも一応対談、アルトゥルシルバも対談か。アルトゥルシルバ誰か、富山に行ったやつか。で、ペロッチも対談。まあ、やったらなかったな。シャコペンセ、知らん。じゃあ、残ってんのは誰？あれか、ディエゴ・リベラか。ぐらい。外国人がちょっと取らないとね、っていう感じかな。まあ、外国人もさらに取ったらまた一気に強くなりそうな気がするけど、まあでも外国人もね、ヒットするまで時間かかるからね、結局はね。で、ここは、あれだよね、オーストラリアのクラモフスキーが2年目。っていうことを考えれば、難しい。でもクラモフスキーもまあでも、監督歴別に決して長いわけじゃないからね。もともとずっとコーチやってた人だし、どこで監督やったのかな、ピーター・クラモスキーは清水と山形でやったんかな。今年どうなるかだね。まあでも FC 東京選手いるからね。いやー、これ悩むとこだよね。悩むとこだよねっていうとこだよねっていうとこなんだけど、選手のクオリティだけで言うとね、FC 東京の方が、米がね、今炊き上がったんですね。FC 東京の方が選手のクオリティ高いんだよね、ぶっちゃけ。だから、セレッソ大阪がこれ、やられるかもしれないね、もしかしたら。荻久もね、そんな言うて、そこまでの監督じゃないからね、ぶっちゃけ。ぶっちゃけね。だから、これどうかな、飲み込まれる可能性あるよね、FC 東京に。FC 東京もね、クラモスキー監督、まあ、2年目ですけど、実質1年目みたいなもんなんでね、シーズン頭からは、これ初めてなんで、これクラモスキーが行くかな。まあでも開幕戦っていうことで、セレッソのホームなんでね、泥
ど、もうあるかな、難しいなこれ。なぜ選手、若い選手が多いんだよね、経験値の。だそういう点では安定感には欠けるから、決して、ぶっちゃけね。で、あと右サイドのね、あれ誰だっけ、マイクマン。まあさすがにこの冬の移籍はなさそうだと思うので、まあ、ちょっとね、プレー見ててもその別に海外で通用しそうな感じはないけどね、っていう感じで、なんで、いやー悩むな。多分 FC 東京ももう森重のスタミナはないでしょってなってくると、センターバックもなかなか大変やし、いや難しいな。セレッソホーム勝ちかな。あ、そうだ、あいつが抜けたんだよね、渡辺が。あれ、これなんで渡辺が抜けたのか書いてないの。抜けてるよ。って考えると、そうだね、前線が結構駒不足だもんね、 FC 東京って考えると、セレッソ大阪だね。いきなりはちょっと厳しいよね。まあ、これから補強していくと思うんだけど、はい、セレッソ大阪の方がまずチームの成熟度的にできてるんで、セレッソ大阪の勝ちということで、いいんじゃないでしょうか。これあんまちょっと FC 東京いきなりはないかな。でもどんなシステムでやるんやね。オバシアなんか真ん中しかできひんからね、結局ね。サイドアタッカーは明らかに不足してるよね。はい、っていう感じで、まあ、どうなるのか、楽しみですね。まあでも、セレッソ大阪の勝ちとしましょう。